ます。いい天気ですね、今日。よかった、ね、よかったですね、回復して。今日よろしくお願いします。初夏のようで。本当ですよね。そうですね、あ、初夏。いい感じですね。でででおはようございます。あれ、すいません、うわすいません、おはようございます。ちょっとやめてもらえる？すいません、フジテレビなんですけど、すいません、お願いします。ちょっとやめてもらえる？いや、今ワイドショーで回ってんの。はい、昨日昨日ちょっと不倫事件が発覚したっていうことで。誰の取材に来た。あなたです。俺、はい。発覚したんですけど、二股騒動、今すごい巷で噂が。本番迎えました。バリバリっすよ、本当に。バリバリなんですか？バリバリ、はい、いい感じです。いい感じですか？おはようございます。おはようございます。 Good morning everybody。 今日はいい天気ですね。来た。2013年おお5月12日、はい、母の日を無事に迎えることができました。体調万全で。なんか朝なんで、まだ六本木の街、小鳥が鳴いてます。いい感じですよ。ここは、はい、ザ1633東京。はい、本日の会場になっております。ってことは、はい、いよいよ、はい、6年ぶりとなる。そうですね、ワンマンライブが、はい、今は10時ぐらいですかね。10時前ぐらいですかね、はい。あ、こういう入り口になってるんですね。そうですね、大人っぽいいい雰囲気の、本当にアットホームないい場所ですよ。あ、ここにありますよ。ありました。何がありました？カンナワンマンライブ、虹色のカーネーション。素晴らしい。すごいね、いいね。いよいよですね、本当に。いよいよですね、楽しみですね。でも昨日もね、おかげさまですごいゆっくり寝れたし、今日は朝起きてシャワーまで浴びて万全ですね、今のところ。はい、無駄なく、全く、あれは頭は、頭痛は大丈夫？頭痛は今日もひどかったです。あ、ひどかったんだ朝から、はい、緊張性頭痛なんです。すいません。あ、なるほど。緊張してるわけじゃないんですよ、別にね体が緊張してるってことなんです。へえ、はい、でもいい雰囲気ですよ。素晴らしい。喉の調子もいいし、いい感じ、はい、頭痛以外はいいですね。頭痛はもう万年なんで、生まれてこの方ずっとなんで、別に、はい。素晴らしい。ではじゃあ会場へ、ちょっと中の方を、はい、ご案内しましょうか。はい、こうお客様が入ってこられますよね。お、今まだちょっと準備中ですけど。あ、準備中なんですね。受付がありまして、はい、ここでいらっしゃいませ。で、ここが会場になるんですかね。そうですね、じゃあちょっとオープンドアしますね。お、今サイドベッドで、はい、すごい。これがリハ風景というか、はい、そうですね、準備してる、はい、それでこっちにこう来ていただいて、はい、いつここが、まあ、いわゆるボックスシートですね。 VIP ボックスシートみたいな形に。なるほど。で、いいなと思ったんですけど、はい、でも奥に行くと見えないんですよね。周水が見えないよね。そうですね。だからある意味こう VIP なのかどう、 VIP なのか見えないのか見えないみたいなねまあでも質感はかなりいい感じですね。まあ、でもここにキッズをね、あ、キッズをね、キッズを入れて、ここで蓋閉めて、蓋閉めちゃ見えないじゃん。ここで折り紙したりお絵かきしたり。あ、そうなんですか。女の子がやっぱり多いので、さすがに、まあ、ちょっとね、バラードの時だけ頼むんで、はい、叫ぶように、叫ぶように、ええー、みたいなね。それはちょっと困るな。分かりました、すいません。くれぐれもじゃあうちの子供だけには注意しておきます。いますよ。今日の主役。今日の主役なんですか？もちろんです。いや、主役じゃない。今日主役です。今日はもうすごいです。今日はロサンゼルスの方から飛んできていただいて。ああ、雰囲気そんな感じです。はい。すごいですよ。ネパールとかそういう。元ガンズ&ローゼスのメンバー。ああ。そうです。ガンズのメンバーがこんなところに。そうです。昨日のフライトでニューヨークから飛んで。ロスって言ったのにニューヨークって言っちゃったけど。今日、今朝、成田着いて、直行です。 How are you today? 日本の
食べ物で好きな食べ寿司天ぷらこの辺で、チンジャオロース店美味しいあるあれ中国の方なんですかねちょっとチャイナタウンに流れてたんでそっち系の日本語覚えちゃったんですぶっ飛んでますねやっぱりね本当素晴らしい素晴らしい好きな日本の、はい、あるもんけです食べ物は？これが、ギターです、ね。このギターで今日は。これのビシッと決めてくれるんでしょうかね。抜群ですよ。すごいです。ノーミスで。ノーミスで。プレッシャーかけて本人が一番心配ですから。いやもう楽しみですね。あいいですね。あこっちの。本当楽しんでね。はい。行きましょう。頑張りましょう。じゃあリハでまた。はい。お来ましたどうですか見てくださいこれファンからの贈り物です今朝届いてましたどうですか半端なくないですか感謝ですよね本当に心がこもってて読みましょうかはいお願いしますカンナ様、はい、カンナワンマンライブ虹色のカーネーションはい開催おめでとうございます、はい、2013年5月12日すごいファン一同うわ僕らのファンって愛がありますねすごくないですかいつも思いますがファン一同おはようございますいや素晴らしいですね見てくださいよこれ遠目からがいいよここからがね全部がついてそう見てこれ。嬉しいね。なんかね、分かんないけど、本当に7年も8年も活動休止期間があってね、ブランクがあるにもかかわらず、嬉しい。みんながね、待っててくれたり、愛があるんだっていうのをさ、こう形にしてくれるっていうのが何よりもやっぱりね、嬉しいことだし。その皆さんにね期待してもらってるっていうのをきちんと集中力と緊張感に変えて恩返ししたいですよねすごいねやっぱねこうやって待っててくれるファンがいるから今日も実現するわけだからねはいお願いしますじゃあお願いしますああじゃあ太陽からまずやってみようかねサウンドバランスいろいろあると思うピアノのピッチって4-4のピッチですイエイ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 大丈夫そうThank you.
ありがとうございます。